こんにちは。今日はちょっと変わった方眼編みのバッグを作っていきます。この編み方は長編みと鎖、底は長編みだけ、ハンドル部分は鎖と細編みで一周しているだけです。どれもとても簡単な編み方です。で、今回はこのサイズで編んでいくんですが、サイズ変更も簡単です。後で鎖の数について説明するので、それを見てもらって好みのサイズにします。もっと大きくしてもとても可愛く出来上がると思います。今回使った糸はこのダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 極太で色はホワイト、 40g で約 40m、 使用かぎ針の目安は8号。これは今回は8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。で、どんな糸を使っても大丈夫ですが、ちょっと太い糸を使った方が可愛く出来上がると思います。で、ぜひ試してみてください。鎖編みをしていきます。私は今回鎖を22、鎖22で編んだ場合、横幅はだいたい20センチ、でサイズ変更をする場合や違う糸で編む場合には3の倍数プラス1にします。だいたい好みの長さまで鎖編んで、それを3の倍数プラス1に当てはめます。で、鎖を編んでいきます。この鎖は少しだけゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。このサイズで編む場合には鎖22、鎖編みが終わったら次は長編みを編んでいきます。まず最後の鎖にマーカーをつけます。これはこれから編んでいく長方形の角になります。わかりやすいようにマーカーをつけました。最後の鎖を指で軽く押さえて鎖を3つ、1、2、3、これは緩くなくても大丈夫です。針から1、2、3、4、5、ここ目に長編み、この裏返してこの糸が盛り上がっているところで、5つ目に長編み、次も長編み、次も次も、このまま一つに一つの長編みをしていきます。端まで長編みをしていきます。端まで編んできました。長さは約17センチ。最初の鎖を長編み一つと数えて、全部で長編みは22。次は2段目。鎖を3つ、1、2、3、裏返して、この鎖の根元の隣、
ここに長編みをしていきます。次も長編みを続けます。ここまで続けていきます。端の近くまで来ました。最後は下の鎖の下から3つ目、マーカーをつけた鎖の次から数えます。 1,2,3 3つ目の鎖の上が2本の位置、上が2本で下は1本、この位置に針を入れて長編みをします。これで2段目が終わりました。2段目もこの鎖を含めて数えて長編みは22。次は3段目、また鎖を3つ裏返します。鎖の根元はここ、この隣から長編みをしていきます。2段目と同じように編んでいきます。で、端まで編んでいきます。3段目の端まで来ました。最後は下の鎖の下から3つ目、最後の長編み。これで3段目が終わりました。これが今回の底になります。長さは約5センチ、サイズを変更する場合にはこの段数を増やします。ただこの段数は奇数にします。次は側面を編んでいきます。まず鎖を3つ、1,2,3、後で見分けやすいように下から3つ目にマーカーをつけておきます。で、鎖の根元、ここには長編みがあります。この長編みの上の方、この部分に長編みを1つ、ここら辺にしていきます。で、次は四角を作ります。まず鎖1つ、この長編みのここは飛ばして、次の鎖3つ、鎖3つの上の方に長編み、ここではなくてここ、これで四角ができました。同じところにもう1つ、長編みが2つ、次また四角を作ります。鎖1つ、手足元にはまた長編みが1つ、この長編みの下の方に長編みを1つ、次はこの最初に編んだ鎖、一番足に長編みを2つ、この鎖のここ、で、これでこの底の角に長編みが3つ、
次から長い辺を編んでいきます。まず四角を作ります。鎖一つ、足元一つ飛ばして二つ目、1、2、でもう一つ長編み、また四角、鎖一つ、足元一つ飛ばして二つ目、でもう一つ、この模様を繰り返していきます。長い辺の端まで来ました。長編み2つの次に鎖を1つ、四角を作ります。足元1つ飛ばして2つ目、次は鎖の下から3つ目、このマーカーをつけていたところ、1、2、3、で次はこの鎖の隣、ここに長編みをします。次は四角を作ります。鎖一つ、でここを飛ばして次のこの長編みの隣、四角ができました。同じところにもう一つ、でまた四角を作ります。でこの時後でちょっと見にくくなるので、この鎖の下から3つ目にマーカーをつけておきます。1、2、3、で四角を作ります。鎖1つ、この鎖3つの上の方に長編み、この隣に針を入れて長編みをします。これで四角。次はこのマーカーをつけているところ、ここに長編みを2つ、同じところ、これでこの角に長編みが3つ、こっちも3つ、こっちも3つ、でまた同じように四角を作っていきます。鎖一つ、で端まで編んでいきます。一周編んできました。長編み2つの次は鎖を1つ、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、これで
この角にも長編み3つ。最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。引き抜いて、これで側面の1周目が終わりました。次は2周目。鎖3つ。で、見分けにくくなりそうだったらマーカー。長編みの上に長編み。次は四角。鎖1つ。長編みの上に長編み。また四角。角では長編み三つ。次また四角。このまま次の角まで編んでいきます。次の角でも同じです。長編み2つの次は鎖を1つ、長編みを3つ。でまた四角を編んで長編み2つ。下と同じ模様になるように編んでいきます。で、これを続けてスタートしたところまで編んでいきます。2周目の終わりまで来ました。長編み2つの次は鎖、次は長編み。最初の鎖に引き抜きます。これでここに長編み3つ分。次また全く同じように編んでいきます。鎖3つ、で長編み。四角。同じようにぐるっと編んでいきます。で、ぐるっと編んだらまた今と同じように引き抜いて鎖3つ。これを繰り返して好みの長さになるまで編んでいきます。糸が短くなったら新しい糸を足していきます。糸を足すタイミングは長編みの途中。絡めて3本のうち2本から引き抜いて、この2本を新しい糸で引き抜きます。これで糸が変わりました。で、また続けて編んでいきます。で、この糸足は後で針で隠していきます。側面を11周編んできました。長さは
そこを含めて測って約18センチ。今編んできた糸は切らずに置いています。この状態のまま次はハンドルを作っていきます。ハンドルを作る位置にマーカーをつけます。マーカーをつける位置はこんな感じ。この長編み3つの隣の長編み2つ、この2つの内側、ここにマーカーをつけます。こっちも3つの隣の2つの内側、こんな感じでマーカーをつけていきます。模様を整えて3つの隣の2つの内側、こっちも3つの隣の2つの内側で長さを測ってみます。ここは4センチ、真ん中は10センチぐらい、反対側も同じように糸は置いたまま新しい糸で鎖を編んでいきます。新しい糸を使って鎖を編んでいきます。なければ外側から糸を出してきて鎖を編んでいきます。編みやすいようにまず一つ結び目を作ります。これは最初に鎖を編んだ時の結び目。マーカーのところ、結び目を後ろに添えて糸を引き出します。ここから鎖を28、1、2、3、4、5、6と編んでいきます。鎖編みを28編んできました。最後の鎖にマーカーをつけます。で、マーカーのところに引き抜いてつなぎます。ここが鎖、ねじれていないか確かめます。で、長い糸で、マーカーのところ、手前から向こうに針を入れます。で、引き抜いて、もう一回引き抜いて、これでつながりました。鎖一つを編むようにして糸を切ります。反対も同じように鎖を作ります。両方の鎖編みができました。最後に細編みで一周します。長い糸に戻ります。まず細編みをするので鎖を一つ、鎖の根元に細編み、これが一つ目の細編み、マーカーをつけておきます。隣にも細編み、この長編みの上、次は四角、四角の中に針を入れて細編みをします。次また長編みの上、まずここ
次はここ、次は四角、で長編みの上、一つに一つずつ四角、で次はここでカーブを作りたいので、こことここで一度に引き抜いて少し減らします。まずここから糸を出します。もう一つはここから、こことここで糸を出して一度に引き抜きます。まず長編みの上、糸が出ました。次はこの鎖、裏返してこの糸が少し盛り上がっているところ、ここに針を入れて糸を出していきます。糸を出して、これで針に糸が3本かかっています。これを一度に引き抜いて、で少しカーブができました。次からは一つずつこの裏の盛り上がっているところに細編みをしていきます。まず隣、次はここ、でこれを繰り返して反対側まで編んでいきます。ここまで編んでいきます。反対側の付け根まで来ました。ここでも2つを1つにしてカーブを作ります。まず1つはこの最後の鎖、ここから糸を出して、もう1つはこの長編み、長編み2つあるうちの2つ目、ここから糸を出して、これを一度に引き抜いてカーブを作ります。まずこの最後の鎖、マーカーをつけています。糸を引き出して、次はこの長編み、引き出して、これを一度に引き抜きます。これでカーブができました。次からまた一つずつ、まず四角、次は長編みの上、反対側も同じように編んでいきます。この付け根まで来たら、こことここで2つを一緒にします。細編みを編んで、ここではこの最後の鎖、ここから糸を出して、で次はここ、ここから糸を出します。でこことここを一度に引き抜いてカーブで、最初のところまで戻っていきます。ハンドル編んでスタート地点まで来ました。これが最後の細編み、
最後の細編みから糸を抜きます。で、針で始末するので少し長めに糸を切ります。最後の細編みから糸を引き抜きます。で、針で始末します。これが最初の細編み。その隣に針を入れます。マーカーがついているのが1つ目、2つ目に手前から向こう。で、これを引き締めて最後の細編み。これが最後の細編み。上から針を入れます。上から針を入れて最後の細編みの中を通ります。で、引き締めて大きさを揃えます。あとは裏でとほどけないように隠して終わりです。すべての糸端を処理しました。これで出来上がりです。で、簡単で短時間に出来上がりました。とても可愛く出来上がったと思います。いろんなサイズで作ってみてください。サイズを分かりました。本体の上から下までは19センチ、横幅は21、ストラップは21、重さは 80g、 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。